始まりました。活弁シネマクラブ、番組の MC を務めます月永理恵と言います。よろしくお願いいたします。本日は、新作歩けない僕らの監督佐藤拓磨監督に、お越しいただきました。本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は早速この新作の歩けない僕らはについて、いろいろお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、まずはちょっとその作品の成り立ちといいますか、作られるきっかけや経緯をちょっとお伺いしたいんですけれども。はい、撮影自体は2年前ぐらいなんですけれども、そのまた1年前ぐらいに、今回のプロデューサーからお電話をいただきまして、回復期リハビリ病院を舞台に映画を撮りませんかという、お電話をいただいたんですけれども、その時ちょっと自分別の映画ではない仕事の方でちょっと秋田にいまして、まあ、実家が秋田なんですけれども、はい、かなりこう気分がめいってる時で、うん、でまあ、映画を撮りたいっていう欲もすごいその時強くてで、まあ、回復系リハビリ病院と聞いて正直不安しかなかったんですけれども、それまでは自分の中にある中から出てきたこうテーマみたいなものを撮っていて、外側にある世界というか自分外側にあるものに自分がこうどうリンクして映画を撮っていけるんだろうっていう、悩んでるというか、そういうことにもちょっと挑戦していきたいなっていう思いもあったので、ぜひ、はい、回復リハビリ病院を舞台に撮らせてくださいというお返事をして、この映画がスタートしたっていう、はい、きっかけなんですけど。外からというのは、いわゆるこう企画を自分からっていうことではなくて、こう何かテーマを与えられて撮るっていうのは、これが初めてだったと。ああ、そうですね。その、なんでしょう、自分からの距離感と一番遠いテーマというか舞台だったなと思います、この映画が。やっぱり最初にこう回復期リハビリテーションって、まず回復期っていう言葉自体、一般の人といいますか、なかなか知らない方も多いと思うんですけれども、はい、監督自身はその回復期リハビリテーションということはテーマをいただく前は どうだったんですか。いや、自分もちょっと知らなくて、ね、なのでまずはそのそうですね、回復期リハビリ病院とはどういう場所なんだろうっていうところからを調べるところからスタートしたんですけれども、はい、やっぱりじゃあそこで調べていく中で実際のまあ病院とかいくつか回ったりとか、どういった調査といいますかされたんでしょうか。その病院、今回撮影場所にもなっている、はい、栃木の、病院なんですけれども、そちらの病院に1年弱ほどちょっと通わせていただいて、取材といいますか、本当に見学といいますか、そういうところを見せていただきながら脚本も徐々に書いていったっていう感じなんですけど、じゃあ今回のその脚本のお話というのは、もうそれは一から監督が。そうですね、本当そこを舞台、川崎リハビリ病院舞台にっていうことしか決まってなかったので。そうなんですね。はい、ちなみにその、なんて言うんでしょう、最初のお話でこうその回復期リハビリ病院を舞台にしようということ以外で、じゃあ決まっていることというか、なぜそこでこのテーマを映画にっていうお話はあったんでしょうか。それはプロデューサーがその病院の方と思うその知り合いというか、そういうその病院で何かそういうことできないかっていうことがあって、はい、でその話をいただいて、あとそうですね、主演の宇野成美さんも、はい、主演でっていう
まあ、主演でというか主演で撮れないかっていうあのお話をいただいていたので、うん、あの最初に宇野さんと病院に一緒にあのお伺いしていろいろお話を聞いていくっていうのが一番最初だったんですけど、うん、なるほど。その時にあのこの映画の中ではその宇野さんがリハビリを行う理学療法士の役を演じていらっしゃいますけれども、彼女がその理学療法士の役を演じるということも最初からじゃあ決まって、あそこは決まっていなくて、あの宇野さんと最初にお伺いした時に、はい、いろんな、セラピストの方にお話聞けたんですけど、うん、その中にその1年目の理学療法士の女の子からお話を聞くことができて、その時にその彼女が、うん、患者さんの何て言うんでしょうね願いを叶えてあげられないまま退院させてしまったっていうことを僕たちにこう泣きながらお話ししていただいて、はい、その話を聞きながらパッと横を見たら宇野さんもその話を聞いてこう泣かれていたんですよね。なんかその時にこうリンクしたというか、そのこう1年目のセラピストの女の子の物語というか、その子がこの先どうなっていくんだろうということをなんかこの映画で描けていけたらなというところは、はい、ありました。なるほど。だからこう映画だとこう最初タイトルを聞いた時、こう歩けない僕らはっていうタイトルだと、こういわゆるまあリハビリを行うその患者さん側の歩くまでのお話なのかなと思いきや、映画を見ていくと、まあ実際落合さんがその患者役として出てらっしゃいますけれども、はい、どこかその宇野さん演じるこうまあ、新人というかまだ若い療法士の方の成長ストーリーみたいに作られてるなと思ったんですが、じゃあそこの彼女のやっぱり成長にこうスポット当てようっていうのも、その実際に聞かれた話が元でこうアイデアが生まれたっていう。あ、そうですね、はい、脚本は、はい、その現場でいろんな方からお話聞いて、まあ、書いていったんですけど、はい、やっぱり取材に行くと、その何でしょう、歩ける自分がこう、うん、この物語を書くっていうことのおこがましさみたいなものがだんだん強くなっていったような気もするというか、うん、ちょっと自分がなんでこの映画を撮るんだろうっていうところは結構悩んだというか書けなくて。うん、それでちょっと1年弱も通わせていただいたっていうのがあるんですけど、そうですね、やっぱりじゃあそこはそうですよね、その歩けるということと、まあ、本当にこの映画はその歩く歩かな歩けないということが大きなテーマになっているわけですけれども、やっぱり監督の中ではそういう歩けないということを彼らを描く上で自分がその歩ける側であるっていうことがやっぱりかなり重くのしかかってたというか。そうですね、うん、でもそういうところもこの映画に映ればなっていうのが途中から、うん、意識し始めたところではあるんですけど、うん、途中でそのセラピストの方に、うん、その歩けるように僕たちがこう歩けるようにすればいいだけではなくて、やっぱりその歩いて患者さんがその先何をしていくかっていうところまでこう寄り添ってあげるのが私たちの仕事っていう、だから決して病気をこう治しているとかではなくて、でもこう障害は変えていくことができて、そうするとこう考え方も変わっていって、こうその人たちがこうその先の未来っていうものをこう考えるということをお手伝いしているっていうようなことを、聞いたときに、なんかこう自分とリンクしたというか、自分も歩いてこう何をしていくかっていう、結局その先がなければやっぱり、うん、自分たちもこう歩けていないっていうことと同義なんじゃないかっていうところで、なんか、まあ、このタイトルにもなっていったっていうのもあるんですけど、
そういうところでこうセラピストと患者さんの何かつながりというか関係性を描いていけるのかなっていうふうに、うん、思ってからはこの脚本がどんどんこう進んでいったような気がします。なるほど。私もこの映画を見ながらなるほどなというかやっぱりちょっと知ったことというか、その回復期リハビリテーションっていうのが要はやっぱり社会復帰をというか退院をして日常生活に戻っていくため の, そのリハビリのお手伝いというかなわけですよね。だからやっぱりその先にあるのは歩けるようになってその後日常生活でどう、 こう患者さんが社会復帰していくかっていうことが目的だと思うんですけれども、やっぱりそこが一番この映画の中でも大きいのかなという、このその先にあるものを見ていく。そうですね、かなりなんて言うんでしょう、答えのない仕事だなって、まあ、どの職業もそうなのかもしれないんですけども、やっぱりその社会復帰っていうところまでこう一緒に背負ってそこにやりがいを持って皆さんやられている現場を目の当たりすると、なんて仕事なんだっていう、あまりにも、まあ、患者さんを一人一人違う人生があって当たり前のことなんですけど、はい、そこを本当にこう親身になって寄り添ってこうコミュニケーションを取りながら、なんていうの、だから本当にこう身体的なところだけではなくて、やっぱり精神的なところもしっかりとこうつながっていこうと皆さんされているので、それはかなり、感銘を受けました。そうですよね。なんか見ながらすごく面白いなと思ったのが、やっぱり最初は少し、なんて言うんでしょう、リハビリの様子というか体を使った接触とかをこう描いていくんですけど、なんかどんどんやっぱりその今精神的なつながりというかお話が出ましたけれども、何か患者さんと療法士の方の会話だったりとかこう感情のぶつかり合いみたいな、 そちらのこうドラマの方にすごくどんどん重点が置かれていくなと思ったんですが、やっぱりじゃあそこはでも実際に療法士の方々を見ながらやっぱりそこの感情のドラマに監督自身は惹かれていったっていう感じなんでしょうか。そうですね、何でしょう、実際その現場ではもう1ヶ月半ぐらいそのリハビリを続けていると、大体この人はどこまでこう良くなるなっていう、そのエビデンスっていうものがやっぱりだんだんってかもう出てしまうものっていうのをお伺いして、やっぱり新人の方ってやっぱそこのエビデンスっていうものが多分とてもこう大きくのしかかってくる、のしかかってくるというか、そのエビデンスにこうどこか頼ってしまうっていうお話を聞いたんですよね。で現場で見るとやっぱりそのベテランの方であればあるほどそのエビデンスをある意味でこう信じないというか、きっとそれ以上のそのエビデンスを裏返すような結果を多分皆さんベテランの方たちは見てきてるからこそ、よりこうコミュニケーションを取りながらこう励ますというかこうなんて言うんでしょうね、その応援することの意味っていうものをなんかベテランの方の方が多分知っているような気がして、そういう意味でこうもちろん技術もすごい大切なんですけど、それ以上にいかにこう患者さんにこう寄り添ってあげるかっていう、その寄り添い方っていうことの方が大事なのかなって自分はその現場を見てなんか思ったので、それをなんかこの映画に反映できたらなと思ってたんですけど。なるほど。なんかそこのやっぱり寄り添うっていうことがじゃあもうこの映画の中ではすごく大事にというかやっぱり描かれてるわけですよね。そうですね。やっぱりとは言ってもっていうそこの難しさっていうのはなんかこう映画になるのかなと思いましたね、その難しさが。実際このお話といいますか脚本は割とすぐに
あ、まあ、でも書くまでにかなり時間がかかったということですけれども、はい、一度書いてしまった後は割とすんなりワード書けたんでしょうか。あ、そうですね、一度スッと書いてから、まあ、型ができたのでそれをこう直していくっていうような、うん、はい、作業だったんですけど。実際主演の、あのお二人もそれぞれやっぱり難しい役どころかなと思うんですけれども、はい、お二人と、宇野さんと千合さんとお仕事されるのも今回が初めてですよ、ね、ですね、はい、いかがでしたか主演のお二人の、まあ、演技というか。あ、素晴らしかったです。あ、でもそうですね、うん、今回宇野さん演じるそのセラピストっていう役柄も、はい、脳卒中になってしまった患者さんっていうその落合さんが演じた役柄もかなり身体的な要素が大きかったと思いますし、正直そこを自分が全てこう演出していったかっていうのはそうではなくて、そこは実際現場の医療監修についてくださったセラピスト方に、撮影中の直前までそういうこう、まあ、取材の時もそうだったんですけど、まあ、一からそういう動作というか、まあ、本当にその本物らしく見えるっていうところを、患者さん、私その宇野さん、落合さんと実際のセラピストの方で作っていってくださって、うん、やっぱりそういうこう体がなんかこう心を、うん、コントロールするというか、実際に動いてみて生まれてくる内側のものっていうのはやっぱりあるなっていうのを今回見てて思って、うん、なので素晴らしかったと思います。はい、やっぱり医療監修の方がついたっていうのは大きかったというか。いや、かなり大きかったですね。あとその方たちにやっぱりその1年弱取材、伺ってる時も、はい、そのお三方からいつもお話を伺っているような感じだったので、自分がこの映画で描きたいことっていうのもやっぱり理解してくださってましたし、うん、かなり大きいと思いますこの映画。はい、実際この中で描かれるエピソードというか患者さんとのこうやり取りだったり、そういうところも実際のそういう伺った話なんかも、あ、入ってますね。かなり反映されて出ます。ただちょっとこれは書けないなっていう、はい、書きたいけど書けないなっていうのも本当あるぐらい、あの、うん、何でしょう、やっぱ皆さん、何でしょう、自分が思っているよりも想像してたよりも、何でしょう、人間臭いというか、もちろんその気分の落ち込みを皆さん抱えながら、なんでしょうね、でも想像しない以上に明るいっていうとちょっと違うんですけども、患者さんの方のそのなんか、うん、思わずこうちょっと笑ってしまったようなエピソードも、はい、お伺いしたりして、そういうのは面白かったですね。その、じゃあでもそういう意味でこう実際のこう取材というか、はい、方々と、まあ、接しながらというかお話も聞きながら映画を作っていくっていうのはもうそれ自体もやっぱり監督にとっては初めて近かったですか。ここまで初めてですね。はい、じゃあちょっと自分の映画の作り方もこうそれ以前とは何か変わったというか。はい、変わったと思います。何でしょうね、やっぱ今までは、まあ、自分のどっちかというとその普段の生活での恨み節というかそういうをなんか映画にぶつけてたというか、そういう作り方だったような気がするので、今回は、自分のその他人のに自分がどうこう共感できる場所をこう探していったというか、
共感ではないのかもしれないですね。なんか自分の中でこう新しい面白いと思える発見をこう感じながら取材して、まあ、脚本書いていったような感じがあるので、そういう意味ではすごい自分のためになるチャレンジというか挑戦できたのかなと思うんですけど、なんかそう聞いていくとやっぱりちょっと最初におっしゃったようなこう初めて外から映画の、まあ、テーマがやってくるじゃないですけど、何か監督の中でこう今までは内からこう出るものを映画にしていたのが今回はこう未知のこう外にあるものと出会いながら作っていったっていう感じ。そうですね、でもやっぱりなんか自分はつながりというか、はい、つながることの難しさみたいなことは、結局自分がそこに興味があるんだなっていうのもなんか改めて再確認できたのが今回の映画かなと思っていて、そういうつながることの難しさでもそれでもつながりたいっていうそのなんか切実さみたいなところに結局この映画もなんか向かっていったような気がして、そこは、外側と言いつつ自分の中にこう修練されていった感じ。確かに今回歩けない僕らとこう平営でかかるという監督の、まあ、前作と言っていいんでしょうか、以前作られた、はい、頑張れとかうるせえっていう作品とこう合わせてみるというか続けてみると、確かに何て言うんでしょう、どっかでこう一貫したものがあるなと思ったんですけれども、やっぱりそこって何かこう全くこう通じ合わないこう人たちがぶつかり合いながら何かそのつながる部分を探そうとするドラマっていう意味では2作品とも何かこう通じるところがあるなと思ったんですが、監督ご自身はこの2作品っていかがですか、自分続けてというか見てみて。あ、でも2作品ともその主人公のヒロイン像が似てるというか、うん、頑固ですよね。そのなんて言うんでしょうね、かたくななところがある。で笑わないっていう、そうですね、そこは、でも意図してたかと言われるとそうじゃないんで、まあ、何ですかね、そういう女の子に何があるんだろうって、はい、あんまり自分ではじゃあこのその女の子の何て言うんでしょう、描き方がどっかに通ってるっていうのは自分では意識はそんな、そうですね、毎回やっぱ女性描くのをヒーヒーながら描いているので、結構途中見せたやっぱ女性たちにも、いやこんな女はいないみたいなことを言われながら描くことが多いので、どこかやっぱり、でもかといってじゃあ自分の理想の女性かと言われたらそうではないんですけど、そうですね、やっぱり監督としては自分と違う性別 そのキャラクターを描くっていうのはやっぱり男性のキャラクターを描くよりも難しいものですか？難しいですね、毎回現場でも悩みながらやってるので、でもなんかその見ていただいた人からはでもその佐藤がなんかこう分かりきって描いてる、自分が分かりきったつもりで描いてるキャラクターよりもやっぱりそうやってこう悩みながら描いた人の方が魅力的に見えるっていうことは言っていただいたりするので、あ、そっちの方がいいんだろうな、苦しんでいくしかないんだろうなっていうのをちょっと思ったりしてるんですけど、そういう意味で前作はまあ高校生っていう、まあ、若い本当に何て言うんでしょう、まあ、思春期と言っていいのか分からないですけど、やっぱりちょっとこういろいろ未来に向かっても悩む時期の若者を描いて、で今回の映画もそういう意味でこう新人のまだこの先自分がどうなるかわからないっていうその若い彼女を主役にしたわけですけど、何かそういうやっぱり若者の何かこうやっぱりまだ固まっていない迷いを描くっていうところは監督としてはまあ意図したというか、どうなんでしょう、惹かれるものがあるんですね。やっぱり、まあ、今もそうですけど、自分があまりこう明るい多分
学生生活とかを送ってこなかったのでそういうのが反映されちゃってるのかもしれないんですけど、やっぱり今でもそのコミュニケーションを取るって本当に難しいことだなって多分思っているので、そういう意味でこうディスコミュニケーションみたいなところをなんか描きながら自分も考えていきたいっていうところはあると思うんですけど、それでも何ですかね、その若者たち、でも若者たちだからこそなんかそういうところにこう一緒になってなんかぶつかっていけるっていう、そういう意味でこうなんか青春の苦さみたいなところになんか自分が引きつけられているというか、まあその中でなんか自分がいろいろ考えていきたいというか、やり直してるのかもしれないです自分の青春も、はい、やっぱりそこはちょっと監督のこうなんて言うんでしょう、願望ではないですけれども、こう何か自分も出てしまうところはやっぱり映画にはかなり願望だと思いますあの今回ちなみにあれですよね、あの前作 の, そのに出演されていたあの堀春奈さんと細川岳君も、はい、出てらっしゃいますけれど も, もうこれはそのあの2人に演じてもらおうっていうのは最初から、あ、最初からではないんですけど、はい、キャスティングを考えていく中で、はい、お二人にオファーしたっていうのがあるんですけど、まただいぶ前作とはそれぞれ違う役柄ですよね。そうですねちょっと見ていて、まあ、びっくりしたというか、あの宇野さん の, そのやっぱり恋愛事情というか、結構そこもしっかりとこう病院の外側にある生活っていうのもすごくしっかり描かれてるなと思ったんですが、やっぱりそこもこう単に、まあ、病院を舞台にするけれども、両方あの彼女のなんて言うんでしょう、私生活というか、ああいう恋愛とかそういうところも描こうっていうのはやっぱり大きなところだったんでしょうか。あ、そうですね、ずっと取材してたのはその病院の中だけだったんですけど、その中でセラピストの方たちにお話を聞いてると、やっぱりでも24時間その病院のことは考えてしまうってことを言ってたんですけれども、ってことはやっぱりその外側の世界にもやっぱりその、そのリハビリっていうものが侵食してきているというか、そのぐらいこう皆さん何でしょう、仕事とプライベートを切り分けてなかったので、でも何でしょうね、そこもなんか皆さんこう、悩んでるわけではないんですけれども、何でしょう、やっぱりその、仕事外側と内側っていうものがかなりこう密接にリンクしているように感じたので、今回そういう外側の、はい、シーンもちょっと書きたいなと思って書いたんですけど、結構その取材というかセラピストの方々にお話聞く中で、じゃあそういう、まあ、私生活というか、そういうお話も結構伺ったりはしたんですか。あ、しました、はい、やっぱり皆さん、はい、音楽が好きな方はフェスに行ったりとか、はい、なんでしょう、まあ、バッティングセンターに行くって方はもう、はい、確か会いたような気がするんですけど、そこが活かされてる、はい、でもそれでもやっぱり ふっとやっぱりその患者さんのことを思い浮かべたりとか、っていう話を聞いたので、じゃあそういうところもやっぱりその実際に、まあ、伺った話も生かしつつというか、反映された部分も大きかったってことですよね。あ、そうですね、あとは特に今回その1年目の、はい、セラピストの女の子だったので、やっぱり1年目っていうのは、ちょっと自分社会人経験ないんですけどそれでやっぱり自分、まあ、周りのみんながその社会人1年目でこう出てる時に、っていうその社会人1年目っていう、やっぱあの1年って、皆さん、なんだろう、よりこう他の同級生たちは何してるんだろうっていうこととかもやっぱりすごい
まあ、自分が考えたなというか、うん、自分その時フリーターだったんですけども、やっぱその1年目のなんかこう不安っていうものは今回、うん、なんかこの映画の中では要素の一つなのかなというか、うんうん、それもあって早里川のそういう地生活の部分も描きました、うん、なるほど。実際映画の中でちょっと面白いというか興味が深かったのが、知恵さん演じる、まあ、実際こう 歩けなくなってリハビリに通う患者さんなわけですけれども、彼のその私生活というかこう外側の世界っていうのもそれとなく出てくるんですけども、でもそこは何かこうこれ以上は追わないっていうちょっと一線引いたところもありますよね、はい、そこってそれこそ何か彼女がこうどうも出て家から出て行ったらしいっていうことも示されるけども、その後それがどういう彼女だったのかとか、 そこはあえて描かなかった感じなんでしょうか。あ、そうですね、その、まあ、今回この映画の描きたかったことが、うん、その結局はセラピストの方も患者の方も吐いた言葉が本音なのか嘘なのか、やっぱそこをこうある意味こうお互いが予想し合いながら、うん、それでもその中で関係性を作っていくっていうことをやりたかったので、そういう告げの背景みたいなものも、まあ、それをこう遥が想像しながら、進んでいくっていうところにこう見ている方々も一緒に想像してもらえたらなっていう、はい、じゃあそう考えるとやっぱりこの映画のその視点というか、やっぱり彼女が見たなんて言うんでしょう、風景というか、うん、そっちの方がやっぱり少し大きいんでしょうね。そうですね、うんうん、今回はかなり、はい、そのセラピストの女の子の視点で物語を書いてはいるんですけど、うん、やっぱその分告げのことはちょっと書いていないので、うん、そこは落合さんがかなりいろいろ準備してくれたというか、まあ、その役作りのところとかもすごい大変だったと思うんですけど、うん、一緒に病院に伺った時もちょっとフラッと見てきますって言って、やっぱりちょっと何を見てたかはちょっと聞いてないんですけど、うん、かなり落合さんはそこをこう作ってきてくれたというか、まあ、考えてきてくれたというか、うん、はい、やっぱりそうですよね、なかなか難しい役というか、それはもちろんその身体的なこうどうああいう役を演じるかっていうこともありますし、でも何かその告げっていうキャラクターに対してもじゃあ落合さんなりに何かこう想像を膨らませて作ってくれた部分も大きかったっていう。いや、はい、かなり大きかったと思います。うん、で告げのことも、まあ、落合さんと話し合ったりはしたんですけど、はい、そうですね、現場で落合さんと宇野さんがこう全然話さなかったっていうのを後で何か読んで、あ、全然話してなかったんだっていうのをちょっと知らなくて、現場でそういうところもなんか、まあ、2人で関係性とかやっぱ作ってくれてたんだなって、はい、それは話さなかったっていうのはこうあえてっていうことですか。そうだと思います。そのくらいそのさっきの作品のテーマっていうところまで多分読み込んでくれて、その、うん、何でしょう、ある意味主観でしかないという主観同士がこう、何でしょう、ま、主観がこう交わるというか、はい、彼女のまあ主観と彼のこうコートで、まあ、単に仲良くなるんではないっていう。そうですね、なので芝居中も多分こうそういう、うん、まあ、相手がこれを本音で言ってるのか嘘で言ってるのかっていうところを実際にこう感じながらお芝居してくださったと思いますし、だから本当にその中でこう自分に入ってくる言葉だったり入ってこない言葉っていうものを、はい、
感じながらお二人お芝居してくださってたんじゃないかなと思うんですけど。この映画 の, そのちょっと終わり方といいますか、もちろんどういう終わり方か見て映画をそれぞれ見て皆さん見ていただければと思うんですけれども、あのあとこうどうなったのかなっていうのを少しこう、想像 の, 余地が大きいというか、やっぱり柘植がその後実際どうなったのかなとか、少し描かないまま終わるなっていう部分もあると思うんですけども、そこは監督の中で何かあの映画の描かれなかったその後っていうのは想像してたりとかありますか？はい、実際ラストシーンが全く違って、はい、今回編集でちょっとカットしたんですけど、はい、その後どうなったかっていう、柘植と遥が外の世界でもう一度会うっていうシーンが本当のラスト、本当はラストシーンとして書いてたんですよね。で、撮影もしていて、はい、ちょっとそうですね、なんかちょっと分かりづらいのかもしれないですけど、で、そういうシーンを書いていて撮ったんですけど、うん、編集の中で、何でしょう、かなりそのシーンがこう作為的に自分が感じてしまって、でちょっとはるかがその柘植と外で出会ったことでこう苦い思いをするっていうようなラストだったんですけど、それが自分がそうさせてしまってるというか、なんか編集した時に全然しっくりこなくて、それで今のある意味こう広がっていくようなラストになったんですよね。あ、そうなんですね。じゃあ実際そのシーンも演じてもらったけれども、編集の段階でもうそこは変わったっていうか、はい、変わりましたね。あ、そうなんですね。でもそうやってもちろんそれが正解というか、本当に映画のあとこうなりますよっていう答えっていうわけじゃないんでしょうけど、でも何かその監督の中で一度会ったって考えると、ちょっとラストシーンの見方も変わりそうですね。そうですね、そこをやっぱり隠すというか、やっぱり見せない方がいいっていう判断は悩まれたけれども、やっぱりああいう少し開かれた終わり方の方がこの作品にはベストだ。はい、自分がなんかこの物語をそのラストを書いたことで閉ざしているような気がしてしまって、です今回 の, そのラストシーンっていうのは全然ラストに持ってくる予定もなく、脚本にも書いてなかったカットだったんですけど、そのカットをラストに持ってきた時にすごい、この映画がなんか現実とつながったような、そうですね、彼女のその先もこう何か想像させてくれるようなシーンに見えたので、はい、そのシーンをラストに持ってきました。なるほど。なんかそう考えたら監督 の, その 前作といいますか、頑張れとかうるせえのラストシーンもすごくこう、あ、ここで終わるんだっていうような、こうすごく面白い終わり方だったと思うんですけれども、はい、やっぱりでもラストシーンっていうのはそういう意味で大きいですよね、やっぱり。いや、そうですね。結構自分、今まで作ってきたその映画は全部ラストシーンが思いついてから書いてるのが多くて、なので今回の映画も、そのでもある意味ラストシーンはなんとなく最初からあって、結局そのラストシーンに向かってこう、そのラストシーンがどう一番何でしょう良くなるかっていうことをなんか逆算しながら脚本を書いていくことが今まで多かったんですけど、なので今回のこの映画もそういう書き方をしていて、ただそれが編集でこうなくなるというか壊れるっていうのはなんか今回初めての感覚だったので、でもそれがすごい自分の中では面白くて、そのラストシーンをなんか超えられたんじゃないかなと思ってるので、それは良かったんです。はい、ちなみに
この映画、上映時間が37分っていう時間ですけど、はい、この上映時間っていうのは初めから予定されてたんですか？37分っていうところはちょっと目指してないんですけど、はい、じゃあその脚本のちょっとその書く、なんでしょう、まあいろいろなんかその撮影する人、その撮影する、うん、まあいろんな兼ね合いで37分になっていったっていうような感じなんですけど、じゃあ最初からこう、まあ、短編というか、まあ、中編とくらいの長さかなと思うんですけど、はい、なんとなくこう中編くらいの規模でというのは予定は最初からあったわけですか？あ、そうですね、最初から、うん、はい、うん、最初は本当はもっと短くなるのかもなぐらいの感じだったんですけど、なるほど、ちょっと映画の中のすごく細かいシーンというか個人的にちょっと気になったところをお伺いしたいんですけど、はい、最初と、まあ最後といいますかの方で、そのあれと思ったのが、まあ、療法士というかセラピストの方方が患者さんとじゃなくて、そのセラピストの方々同士で何か練習っていうんですかね、そのリハビリのこうストレッチだったりっていうのを制服を着た方々同士でやってるシーンがいろいろ映るんですけれども、あれは要するにその練習風景ということなんですか？そうですね、皆さん、はい、その実際のリハビリの時間が始まる前とか、はい、まあ仕事が終わった後とかに、やっぱ皆さんやってそれぞれリハビリ、練習されていて、でその、まあ、実際にまあ、ちゃんとそこの正しい筋肉を触れているかとか、そういうものをこう皆さんで共有し合ったり、まあ、先輩が他に教えてたりするんですけど、そういうこう、実際に患者さんは患者さんの体を、まあ、こうよりよくこう改善していくっていうのがリハビリだと思うんですけど、その患者さんはその内側から一つの体を、まあ、ある意味言葉にしてこう伝えて、でセラピストの方はその一つの体を外側から、まあ、治していくっていうか、まあ、より良くしていくっていう、その一つの体を内側と外側からこう共有するっていうところが、なんかすごい面白くて、やっぱそのためには、何でしょう、やっぱりコミュニケーション絶対的に必要なんですよね。特にその患者さんは、何でしょう、自分の内側から感じたことをやっぱりセラピストの方は聞きたいし、セラピストの方は、患者さんに、まあ、何でしょう、この筋、その、なんでしょうね、この筋肉を意識してくださいっていうような、まあ、その技術的なところを、まあ患者さんにもお伝えするしっていう、その一つの体をこう共有するっていうところにコミュニケーション絶対に不可欠で、でもそれが難しいというか、その一つの体を共有することだけじゃなくて、その人生、一つの人生もそうやってこう共有していかないといけないっていうところの答えのなさというか難しさというか、それが、はい、面白くて、それでその練習風景を入れたかって言われたらそうではないんですけど、はい、でもなんか面白いなと思いました。やっぱり何か、まあ、しっかりそういう説明が映画の中でされるっていうわけじゃないんですけど、やっぱりどこかでその患者さんとセラピストの方々ってこう、なんて言うんでしょう、必ずしも他者として分かれてるわけではないというか、セラピストの方も何かそういう、こう患者さんの側に、なんて言うんでしょうね、なるわけじゃないけれども、どこか混じり合うようなところがあるっていうのが、練習風景が入ってるっていうのがすごく面白いなと思ったので、でもそれはやっぱり実際の病院でも皆さんがやってらっしゃることだってことですね。はい、やっぱり皆さんセラピストの方々で、まあ、自主練だけじゃなくてこう飲みに行ったりもして、皆さんそれぞれその、なんでしょうね、
経験を共有し合って、少しでもこう、何でしょう、上達というか、より良いリハビリを皆さん目指されていたので、はい、そこはすごい印象に残りました。実際今回そういうちょっと初めてのいろいろ試みもとかされたと思うんですけれども、やっぱり、まあ、今まで少し語っていただきましたけども、この作品の、まあ、作ってみてというか、この作品と実際自分で向き合ってみて、何か監督としてこうやっぱり自分で変わったなっていう部分って何かありますか？内容云々とかではないのかもしれないんですけど、そのリハビリをずっと見てると、そのさっき言った一つの体を共有するっていうところって、その役者さんと監督の演出っていうところかなり似てるなと思ったんですよね。その一つの役柄を、まあ、俳優さんは内側からこう表現しようとして、監督は外側から表現しようとして、なんかこう一つの役柄を作っていくってところはやっぱり一緒で、その上でやっぱりコミュニケーションは欠かせないというか、でも難しいっていう、そこ単純に途中でなんかこれすごい似てるし勉強になってるなっていうのは思ったので、この映画を撮って、はい、変わったところは、まあそこかなっていうのはあるんですけど。なるほど。でも確かにちょっとそうですね、言われてみると何か、まあ、映画作りと似てるってわけじゃないですけど、どっかその他者のこう体を何か共有するっていう意味ではつながり合う部分が、ね、一つの体だったり一つの人生みたいなのを、はい、そうですよね。それこそさっきおっしゃったように、その柘植っていう役というか、彼がどういう人生でどういうキャラクターかっていうことって、佐藤監督の中でもこうイメージがあるのと同じように、それを演じた落合さんの中にも同じまた別のイメージがあって、でもそれはお二人で共有されてるけれども、ちょっとまた重なり合う部分もあれば多分違う部分もあったっていう感じですよね、はい、そうですね。そこは落合君が今回出てくれた最初のシーンで結構テイクを重ねて、お互いこう意見を交わしながら、なんか柘植を作っていったような感覚もありますね。意見を重ねてっていうのは、何かこうした方がいいんじゃないかとか、そういう。そうですね、はい、撮影前に一回落合君と飲みに行って、そういう柘植の話だったり、はい、もう自分の悩みを聞いてもらったりしたんですけど、はい、でも現場でも、現場ではその意見を交わすっていうよりは、落合君が演じてくれたものに対して自分がもうちょっとこうなんじゃないかっていう話をしたりして、じゃあちょっとこう変えてみますっていうのを何回も落合君もやってくれて、それでなんかこう少しずつ作っていったような感じもありますね。はい、宇野さんともそういう時間というのは ありましたね。宇野さんも、はい、ありましたね。一回宇野さんがガッとこう感情を表に出してこう、もう泣いてるようなシーンがあったんですけど、泣いてるようなテイクがあったんですけど、そういうところも、自分は泣かない方向もあるんじゃないかっていうところがあったりして、そこがなんか一番印象に残ってますかね。そこで、まあ、宇野さんといろいろ話し合って、作っていった感覚はありますね、はい、実際ではそこは、まあ、お互いの意見をすり合わせてというか共有して。そうですね、結構、宇野さんとは宇野さんとそういう、こう話し合いをして、落合さんとは落合さんとそういう話し合いをして、その2つをこう本番で向かい合わせるというか、ぶっつけさせるみたいな取り方が今回多かった気がします。なるほど。じゃあちょっとそういうお二人の芝居のあり方っていうのもこう、まあ、映画の中でちょっと
注目というか。そうですね、見ていただきたいですね。ありました、まあ、なんか監督にあの映画のこう見どころとか聞くのって難しいというか、やっぱり、ね、全部もちろん見てほしいとは思うんですけれども、はい、ちょっと最後にこうこの映画のでも監督にとってすごく好きな場面とか何かあのぜひここっていう場面がもしあれば教えていただけますか。あの最後の、うん、後半、うん、遥と告げが対峙する場面があるんですけども、そこはちょっと脚本で書いた時はかなり成立するんだろうか、うん、このシーンはっていうぐらい、不安だったシーンだったんですけど、うん、実際に撮影してみて、やっぱりそこでお二人が吐いてる言葉は嘘じゃないなって見てて自分もすごい感じて、なんかあのシーンが結局はなんかこの映画の自分がこう描きたかったことがすごい詰まってる気がするので、そうですね、後半の2人が対峙するシーンは見ていただきたいですね。じゃあそこもちょっと注目というか、まあでもそこに向かってやっぱり映画もずっと向かっていくっていう。そうですね。あとやっぱりリハビリシーンは、うん、あの宇野さんのセラピストも、はい、内田さん演じる患者も本当にこう細かい動きまでお二人はすごいこう演じてくださ表現してくださっているので、はい、そのリハビリシーンもぜひ見ていただきたいです。わかりました、ありがとうございました。最後にあのこの一本 の、 あの閉園されるガンプレとか、はい、うるせえもちょっとだけあのどういう作品か、あの、はい、少しだけあの監督の方からご紹介いただけますか。ガンプレとかうるせえは2013年の11月に撮影した70分の、それもちょっと半端なあれなんですけど、まあ、作品で、まあ、主人公は、高校3年生のサッカー部の女子マネージャーが主人公なんですけれども、まあ、その彼女がサッカー部という男子社会の中で宿泊するという物語なんですけれども、まあ、それも、マネージャーっていう、まあ、チームの勝利のために選手のためにまあ、いろいろこう、なんでしょうね、お世話というか、まあ、そういう物質の掃除だったりとか、まあ、怪我をしたらそういうテーピングとか、まあ、そういうものを準備したりとか、でも彼女自身は決してサッカープレーをしているわけではないっていう中で、それでも私は何ができるんだろうというか、私のこの部活の中での存在価値は何なんだろうっていうところを、そういう男子部員とのつながりを求めて、はい、宿泊する映画になってます。わかりました、はい、これもぜひあの歩けない僕らと、ね、一緒に見ていただくとちょっとまた面白いかなと。そうですね、はい、ぜひ見ていただきたいです。はい、どうも佐藤監督ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では番組をあの楽しんでいただけた方はぜひあのハッシュタグかつべんシネマクラブ、ハッシュタグかつべんであの投稿もお願いいたします。かつべんシネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてもらえたらと思います。それでは、今回はここまでとなります。これからもかつべんシネマクラブをよろしくお願いいたします。では佐藤拓磨監督、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。告げさん担当させていただく宮下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。足に力を入れることはできますか。元の人生に戻れますかね。日野さんは生まれ変わってもまたこの仕事やりたい人だと思ってました。やんねやんね。でも
やめなかったな。もういいよ、歩けなくって。仕事はなんて俺なんだよ。私たちが一番に考えるのってさ、患者さんの人生じゃん。タバコってこんなまずかったっけな。とりあえず俺が代わりに担当するから。向いてなかったのかも。仕事別れよ。社長のお兄さんも脳梗塞、こういう風になったことあるみたいで。なんでこの仕事選んじゃったんだろう。歩けるようになりました。歩けなかったら歩くんです。